皆さんこんにちは、フローインナショナルトレーナーの竹口です。今日は、フローアウトというですね、フローインを使った代表的な種目についてご紹介をしていきたいと思います。主には、手足を動かした時に体幹がどれだけ安定していられるかということが、レベルアップできる種目になっていますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ではこの種目で使っていくパッドなんですけれども、まず3番のパッドを膝の下に敷いてですね、やっていきます。でもう一つは1番のパッドを2枚使っていきます。こちらの方に両手を乗せていただいて、四つん這いをやってみましょう。肩の真下に手があって、股関節の下に膝がありますという状態ですね。で、頭からお尻までを一直線にキープをしていただいて、動作をスタートしていきます。全身を前に移動させてスライドしていくような種目、こちらがフローアウトです。こういった動作を繰り返していきますが、しっかりと頭からお尻まで一直線の状態をキープしたまま動作をしていただきたいと思います。どうしても良くないフォームの代表例としては、頭が落ちてしまって背中が丸くなっちゃう、こういったケースですね。いわゆる遠くに行くことばかりを考えてしまうと、こういった姿勢になりがちですね。またお腹の力が抜けてしまって腰が反ってしまうということも代表的なエラーの一つです。こういった状態にならないように、しっかり頭からお尻まで一直線になっていきましょう。またお尻の位置が移動しない状態、手だけが滑ってしまうという動きになってしまうと、また目的の違った種目になってしまうので、決して間違えているわけではないですけれども、今回のフローアウトという種目については、頭もお尻も全身を移動していくような種目になっています。呼吸については動作の中で止まらなければ大丈夫なので、どの時に吸うとか吐くとか、そういったことは考えなくても大丈夫です。まあ、こういったポイントを押さえながら、ぜひやっていきましょう。皆さんもチャレンジしてください。はい、それでは四つん這いの姿勢からスタートしていきます。肩の真下に手が来ていて、股関節の下に膝があります。頭からお尻までしっかり一直線の状態がキープできたら動いていきましょう。頭からお尻までしっかりと一直線の状態をキープして呼吸を維持していきます。頭が落ちて背中が丸くなってしまわないように気をつけていきましょう。またお腹の力が抜けて腰が反ってしまわないように、しっかりと腹圧を高めておきます。さあ、後半の辛いところ、呼吸が止まらないように気をつけていきましょう。さあ、あと2回です。さあ、最後まで頭を下げず動いていきます。はい、終了です。